はい皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますかはい。えっとね、ちょっとここ最近は ZPG Pro ですね。Z ポケットゲームプロの方をずっとこうご紹介していたのですが、えー、ちょっとね、テストプレイあの期待されている方、本当に申し訳ございません。もうできたらね、早めにあのやろうと思うんですけども、ちょっとね、あの前回、えー、ご紹介してたこちらですね。 RK2020 のアルミニウムバージョン、まあ、メダルバージョンですね。こちらの方で、まあこの操作関係がまあガキガキするということをあのお伝えしてましたよね。あと、例えばストリートファイターでキャラクターが右に行ったとき、技が全部左になるんですよね。だから波動拳がこうなると。と、昇竜拳もこっちになる。っていうようなものが、 まあ非常に出ないとで十字キーもちょっとバリがあるような感じがあったということをご紹介していました。でこれはですねその LDK ゲームさんにもそのご報告してたんですよねこういう症状出てますよということでねではあのーまああののまそしたらねあのやはりねその発想の途中でまあ、なんかこう動いたりとかしたりしてまあその交渉した恐れがあるっていうことですぐ送りますということで実はですねおとついにあの届きました。 えー、それがこちらです。はい r k 2 0 0 0、まあ当然ですけどね、箱も一緒で、で中身が、えー、こんな感じと、ちょっと出しますね。もう付属品もあの一緒だと思いますので、一緒ですね、このアナログパッドと、はい、えー、一緒ですね、一緒のものが入ってます。あっ、これ、オレンジやったんちゃうかな、え青やったかな、ちょっと忘れた。<laughs> はいで、同じものが入っていて、 こちらが本体ですね。ちょっと開けます。はい。こんな感じですね。うん。ちょっとなので、これで、よいしょ、ここでね。これでまあ、こっちが前回のやつです。はい。で、こちらが今回のやつです。送っていただいたやつ。で、前回のは非常にこの辺がね、こう、引っかかると。こう、押したときね、ペチッペチっとね。 で、ちょっとそのもう普通に真上から押し,、まあ、押しててもちょっとこうバリが残ってるような感じでがあると。で、十字キーはね、あの前前回お伝えした通り、こう何回かやってるとなんかいい意味でバリがこう筐体に当たって擦れて、ちょっとスムーズになったという、えー、ことがあるのですが、新しい方ではちょっと触っていきます。あー違うね。うん。うん。あ違いますね。 あのねだいぶねあゆるいですゆるいってあのゴムは一緒なんですよゴムは一緒だけどもあの結局そのボタン周りの穴が前はこのボタンに対してもギッチギチやったんですようんそれがちょっとこうね隙間がある感じだからねいい意味でも悪い意味でもちょっと、R、旧型の RK2020 に近い感じだからちょっと降ったんですよ揺れるかなってでもねあんま揺れないんですよこれ揺れてんの十字キーだと思うあんまり音鳴らないですうん あ、スムーズですよ。うん。あ、全然違う。まあ、だから、ここはね、正直ね、故障ではないと思うんですよ。まあ、あの、申し訳ないですけども。だって、輸送中に、ボタンの穴が小さくなるってことはないので、これは、やっぱりちょっと個体差があったのか、やっぱ僕のやつがプロトタイプが送られてたのか、やはりメタル筐体なので、あの、多少なりとも個体差ってものがあるのかもしれないですね。だから、もしも、 うん、分からない僕のやつがかなり早い段階で送られてきたのでまだみんなの手元にも届いてないと思うんですよねだからその場合は、えー、ご自身でリューターですねリューターを使ってほんのちょっとだけもう軽くだけあのー、一回分解してねその穴をなめてあげるというかそういう感じにするといいかもしれないですねはい非常にねボタンスムーズになってますうんこれじゃ問題ないですね うん、十字キーもねあの初めからスムーズです動くのうんすごくいいですねいいですねうん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 同情しも問題ないですね引っかかること全くないですね、うん、でもそれでもあのはっきりまあちょっとあの言うとあのねま RG350M、えー、ほどこう うんじゃあ健やかなこうボタンの押し心地かっていうとそれは違いますうんやっぱりあれはよくできていてやはりあれはやっぱすごいんだと思いますメタル筐体であそこまで作ったっていうのはやっぱすごいんだと思いますだからといってじゃあこれが悪いんじゃなくてあの十分これでも強味い,いんですはいあの前回の方法あの問題ってのはあの改善してますはいそれではこちらに、えー、僕オリジナルのマイクロ SD カードを入れまして、えー アナログスティックですね。一番問題となっているアナログスティックのこう左の方の格闘ゲームでの入力がどうなるか、えー、こちらちょっと見ていきましょう。 はい、えー、見ていただいた通り、えー、改善されてます。はい、大丈夫です。アナログスティックもオッケーですね。はい、良かったです <noise>、えー。はい、見ていただいた通り、えー、こちらですね。アナログスティック改善されてました。ちょっとね、僕が <laughs> あの前コメントでも指摘されたんですがおじいさんめっちゃ格闘ゲーム下手くそやなと特に左行った時顕著に下手くそやなと言われてる通り、あり当然僕の,あの下手なもあるんですけどもえこの前はねもう全く技が出なかったんですよ本当に出なくてでまあちょっとそのコメントで CEO からもねあのアナログスティックの,その接触不良の時によく出るあのまあよく出るとかあの。 その出る症状に似てますということだったのでやはりちょっとその辺は本当に何か振動なりでこうずれてしまったのかちょっと緩んでしまったのかっていうことはありえますね。ででで今回のもののもははは本当に大丈夫でした、はい、えー、なので、えー、そこは問題 えー、なささらずに、えー、購入されて大丈ただまあそのボタンのバリに関しては当然あの空輸時になるってことはありえないのでまあその辺は個体差なのかまあ早めに送ってもうたやつなので若干ちょっとプロトタイプ的なものだったのかっていうのは、えー、ちょっとわからないですねそこはねうんただ今回のものは大丈夫でしたはいなのでまあ若干その辺はこう個体差みたいなのがやはり存在してる可能 可能性ははあることは、えー、踏まえてておいいくださいでもね一番問題なのはやはりここですよね。うん、で前回の,あのここがちょっと擦れるっていうものもねそのプレイできないわけではないんですよ。普通に遊べたんですけどもまあこう僕の場合は特にねもうボタンどれぐらいかって徹底的にこう見ていくのでそういう場合にはやはりちょっと問題があるかなっていう感じはしたんですけどもその後も長くねあのプレイしてましたけども特段じゃあそれでじゃあボタンが戻ってこうへんとか、えー、シューティングゲームで連打しててボタンが戻ってこないことが一回もあっ たののかというとないいうなですそそれははい、その辺は辺ご安心くださいでだからアナログスティックは結構問題でしたけどももう実際ねこうやって画像を見て口先だけであの嘘ついてるんじゃなくて実際に見てもらってこんな下手くそな僕でもね技が出てるのを確認できたと思いますはいこんな状態に収まることができましたので、えー、よかったら、えー、もしね購入の参考にしていただいたらと思います、えー、日本のアマゾンでは1万2990円で予約からまだ予約し 中かもしれないですね一応販売されております LDK ゲームスさん直販店では1000円安くて11990円で販売されておりますまあね 日本のアマゾンもね、いつごろになるのかな、10月ぐらい、前、僕あ、だいぶ前見たときは10月ぐらいの入荷となってたんですけどね、うん、ちょっと今、どうなってるかわからないですが、まあ、確認してください。概要欄にリンク貼ってますのでね、はい、LDK ゲームさんの直販は海外の EC サイトになってますので、そこから、えー、こちらも空輸で買うことになります。うんえー、お好きな方安くても海外の方でいいよとか、やっぱり保険、あの保証がね、試、え、食、ー、手厚い、日本のアマゾンで買う方がいいよっていうのは、その辺はまあご自由に決めてください。 まあこんな感じで皆さんにもね安心できる情報がお送りできたのはよかったかなと僕が何よりもね安心しました、はい、この動画で初めておじいさんのこと知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそれではまた次回の放送でお会いいたしましょうさよなら